はい、よろしくお願いします。さあ龍が登場しましたが、これはいかがでしょうね。まあ、今回ねやっぱ龍はすごいあのパワーを伸ばしてきましたよ ね、 そうですね。波動拳の、やられ判定小さくなったりですとか、まあ、近距離戦で使う中攻撃の有利が伸びていたりとか、竜巻旋風脚がしゃがみに当たるん で、 で中距離からね、はい、出せる、まあ、火力ですがコンボの安定感も伸びました。確認からのリターンが爆上がりしましたからね、龍、うん、に関しては。しかし地上戦という面ではユリアンに分がありそうなこのマッチアップですが、小木戸ユリアンが押していく、投げを刈り取って EX サックでまずは1ラウンドは小木戸が取っていきます。そうですね、やっぱりユリアンの中距離戦の、まあ、置き技の強さですとか、まあ、出せる火力、まあ、そして最後今のラウンドは見えなかったですけど最後のエイジスリフレクター、そうですね、とにかく火力に富んだキャラですよね、ユリアンは。中足がかなり龍の体力を溶かして、そしてここで1 EX サックで早めにシフトを使って、日本 V トリガーだとやはりシフトは使いやすいですよね。そうですね、まあ、かつもしユリアンが飛び道具打ってくるのであれば、まあ、こう心眼ですね、先ほど見せた相手の呼吸を返す心眼で取ることで V ゲージを貯めて、まあ、さらにまあいろんな V 要素を使っていけると、はい、垂直で波動をやり過ごして EX サックで前に出たところに当てに行く、これは確定して犬が距離が遠かったか、中途まで届きません。画面足ダイヤシャツからエンジンリッキー、ただここでエイジスもあります。あー EX サックからブリバーサルもない、受け切るしかないが、ここは EX 昇竜拳、読み勝っていったのは時戸。時戸の選択が見事でした、まあ、逆転を目指したエンジン連携の発動、これをしてしまうと、はい、まあ、V 要素リバーサルですとかシフトでエイジスを返せないので、なるほど、もうあのエイジスの攻めを受けるしかない状態になってしまいました。そして我慢して読み勝った時戸と、うん、すげー見事でしたね。やっぱりその龍の中距離の技、リターンは増えてはいるんですけど、リーチそのものがね、その長いわけではないので、そうですね、そこにやっぱり苦労していますよね。どうやってその距離に踏み込むか、一つ課題になりそうですが、逆にやっぱり時戸はきっちりこうしゃがみ中距離の先端をうまく使ってリターンを取らせないようないい動きをしていますね。ダイヤシンダウン取ります、踏み込みたいですが入れないですね前に。さらに言うとこの時戸がですね、まあ、今時戸もまあいわゆるレバーレスコントローラーに変えているんですけれども、その踏み込みの距離がほんと一歩深いんですよ、はい、トッププレイヤーの中でも踏み込みが非常にうまくてですね、距離のこのやり取りが非常にうまい。しかしここは上から近づいていく、ダメだ、相打ちになるスタンレージだが、この投げは大きい、痛すぎる手前前、しかしこれは距離が難しかったな、投げてからボヨンボヨン、この当たり方は大きなダメージになる。うまくアドリブで使いましたね、すごい、はい、素晴らしい判断でしたね。確かにあの橋発動を奥に張ってしまうと画面外にエイジスが当たり、手前だと届かないという実に難しい距離でしたかね。なのでまあ手前に張って攻めを、継続することを選択しました。それが功を奏しましたね、はい、投げでリーサルになると、これでマッチポイントは時戸ユリアン。サンチリュウ強みを生かす距離に入りたいが、足の長さがちょっと、そうですね、ユリアン足長い、確かにこうして見るとリーチがすごい、しかもそのリーチをギリギリで使っているので、リュウが足は本当にやりづらそうですね。この距離さらにもう一つ踏み込みたいが、ユリアンの中足このバリアが、うん、これですね、進軍を阻みます。本当にギリギリで当ててるんですよね、うまいですよね、めちゃくちゃうまいです。近寄れない、波動打ちしかないが、打ちすぎるのもリスクリターン的に怖いと。投げてここは様子見ている、うん、EX アドバスから踏み込んでいくが崩れない時の打ち回って、時戸が若干体力リード、ここで EX が来る、押し返していく、これも痛い、さあ桃地体力が心もとない、起きてる、うわ見てる、見てる、投げてて、この距離どうするか、ゲージはたまりそうですが、しかしこの体力ゲージ状況だともう時間がありません、攻めるしかないが、この中足の防御の前に攻めきれない、天敵の時の冷たい、勝っていきました、カウントは 2-0 時の勝利と、圧倒しましたね。
いや確かにあの羽生さんおっしゃってたあのギリギリで当てるうますぎますね。ストリートファイターにとって最も重要で最も基礎となる技術があるんですけど、完璧でしたよねその距離の判断、うん、そうですね。そして踏み込みですよ、歩いていきながら相手の動きは食らわずに自分の技の先端がしっかり当たる前をこうキープするっていうのが特にこう元々非常に上手、豪気を使った時代から非常にうまかったんですけど、うん、はいはいはい、こうヒットボックスに変えてから、まあ、レバレスコントローラーに変えてからよりそのあたりに精度高まった印象があります。